フリードリ・ヒビル・ヘルム・マルプルクは、ドイツの音楽評論家、音楽理論家、作曲家。18世紀の啓蒙時代の著名人らと、交友うう関係を築き、協調関係にあった。マルプルクは、ベンデル・マルクに生まれたが、その幼少期についてはあまり知られていない。各種の文献によれば彼は、哲学と音楽を学んでいたという。明らかなのは、彼が確かな教育を受けたということと、 美術師野のヨハン・ヨア・ヒム・ビンケルマンや詩人のゴットホルト・エフライム・レッシングといった啓蒙時代を代表する様々な人物らと信仰を築いていたということである。1746年、マルプルクはローテンベルクもしくはボーデンベルクという名前の将軍の秘書としてパリを訪れた。この街で彼は作家で哲学者のボルテール、数学者のジャンルロンダランベール、 作曲家のジャン・フィリップ・ラモーなどの重要な知識人らと面識を持っている。1746年、ベルリンへと戻ったマルプリュクは一区分自立するようになった。彼は、ブライトコプ・フーンとヘルテル社に対して、専属の作曲家となりたい胸の希望を出したが、この申し出は1757年に拒絶された。七百六十年、プロイセンの王立からの誘いを受けて入局し、 1763年に、その支配人として、軍事評議員の称号を得た。1766年に、後に、有名なバイオリニストとなる、息子のヨハンフリードリヒ・マルプルクが誕生している。マルプルクは、短気な性格であり、人前で論戦を行いたかったために、多くの敵を作った。しかしながら、当時の人々は同時に、彼のことを礼儀正しく、気前の良い人物であるとも、 表している。マルプルクが多くの自作曲を世に出したのは1750年から1763年にかけてのことであった。1763年に九時の仕事に就いてからはそのことを題材に2作品を書いたが依然幅広い音楽作品も作曲し続けた。マルプルクの最初期かつ最も影響力のあった作品は1753年のフガに関する。 書籍であり、これは、バッハの、フーガの技法の演奏記録として、最古のものであると考えられている。彼の、通奏低音と作曲の手引きハンテブクベーデム、チェンレルバイス・ウントデア・コンポジション及び、ダランベールチョの、音楽の原理エリモンデ・ミュージックの役所は、ドイツの音楽理論界における、ラモー需要の先駆けとなった。他の著作では、気楽演奏、声楽、音楽史や、 数学的音楽理論に関する疑問が取り扱われている。マルプルクは論文発表を通じて、ヨハン・マッテズ・オンやヨハン・アドルフ・シャイベに習う形で、ドイツの音楽評論を確立しようとし続けた。音楽芸術に関する、批評的短法、クリティシャ・ブリーファ・ウーバーダイ・トンクンストは、表紙の理論、章の美学、並びに、同時代の関心事について、重要な貢献を行っている。 古代の水オルガンに関する原稿は完成されないまま残された。マルプルクが著作で見せた着眼力と前例のない明朗さは彼を18世紀終盤のドイツにおける音楽、理論家の第一人者たら占めるものだった。彼と彼のライバルだったヨハン・フィリップ・キルンベルガー、ヨハン・アブラハム・ペーター・シュルツによって音楽評論と音楽理論では卓越したベルリン学派が形成されたのである。 注釈出典、ありがとうございます。